私はエレンを守る。さあ行くぞ。見てろよ、お前らの母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。ハンデスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ。早く。俺がやんなくちゃなんねえんだ。俺がケリをつけねえと。何なのやろ、巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。拠点共に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている演壇の方へ向かおう。目標を捕捉。分断されたままじゃやばいぞ。他の班を救援して部隊を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。倒す、あの演壇、助けが必要だな。のやつが巨人に襲われてる。やられちまうぞ。助けねえと。分かったぜ。やったぜ。急に壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ。エレン・イェーガーを探しているんです。何か知りませんか？イェーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。補足。了解だ。中東兵団が巨人と戦ってる。放ってはおけない。加勢しないと。あの縁談、助けが必要だな。助かったわ。まずい状況だぞ。目標捕捉。頼む。了解だ。討伐完了。おかげで命拾いした。エレン・イェーガーを捜索中なんです。何か情報はありませんか？それは分からないけど、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵団、直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。任せて。了解だ。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。兵団が交戦中だ。加勢するぞ。片付け。了解だ。礼を言う。エレンを見ませんでしたか？一刻も早く保護しないと。イェーガーなら心当たりがある。急いで向かおう。今巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私にマフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。なんであいつが食べられてるの？最悪だ。よりによって座標が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。何が起きてやがる。巨人がライナーに向かっていきやがった。わからないけど撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間、ここでイエーガーを死守しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここで蹴りをつけてやる。我が子の縁談、助けが必要だな。分かったぜ。やったぜ。このままじゃガスも刃も尽きる。拠点を設営するから護衛をお願い。討伐任せた。了解だ。了解だ。任せろ。これで補給できるようになった。感謝するよ。馬の準備はまだみたいだ。なんとかして持ちこたえないと。了解だ。縁談、助けが必要だな。の審理はまだできねえのか。もう限界だぞ。頼む。了解だ。直接向かってきやがった。そんな他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。刃も残り少ない。私が拠点を設営する。援護してくれ。ダイダ、こんなことして何がしたいんだ。おい、答えろよ。ジャン、もう無理だ。この状況じゃライナを倒すしかないんだ。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。ライナーを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。世話になったな。これで補給が可能になったぞ。分かったぜ。しつこいやつだ。いい加減に諦めやがれ。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。頼む、任せた。了解だ、了解だ。大技完了。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。ありがとう、助かったわ。車の準備ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。くそ、ぶっ殺してやる。この機を逃すな。撤退せよ。 その時ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり 今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルヴィン、お前何を笑ってやがる。 ああ、なんでもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。やるわ。